ウレモサウルスは、ペルム期中期のロシアなどに生息していた、タイユミ類の絶滅した属。獣ユミモクリノケファヌスアモクに属する。発見された標本は、頭骨と肩体の一部などの部分骨格のみであるため、詳細な形態はわかっていない。頭骨は、ドーム状に飛行し、骨の厚みは10センチメートルに達している。おそらく、彼らはこれをぶつけ合い、 儀礼的闘争に使用したのではないかとされる。死列は、剣士以降の葉の縮小が見られる。この死列は貧弱で、植物を咀嚼するのにはあまり向いていなかった。そのため、水中に沈んだ植物を食べていたとする説が出された。あるいは摂氏で植物を摘み取り、胃、あるいは腸内で発酵させ、吸収していたとする意見も出された。それに対し、側頭窓が拡大し、 咀嚼筋が発達していると推定されることから、この生物は肉食であるとする反論もある。推定全長は約3メートル。胴体に関しては、頭骨の特徴などから、モスコプスと近縁であり、ほぼ同じ体型をしていたのではないかと推測されている。このモスコプスとウレモサウルスは同族ではないかとする研究者もいる。ありがとうございます。